千賀鶴太郎千賀鶴太郎から1929年3月19日は、明治期の方学者。画後は、古承安主人、瀬ミミズ漁師。十三味君に等、美前国生まれ。9歳で、岡山藩藩学に入り、伊香織館で修行し、1874年に上京。小松原栄太郎、関信五、山脇高志らと上京し、慶応義塾に学ぶ。 1876年から1880年まで、慶応義塾の派遣職員となって、中村義隆の導入者に入り後に塾党となる。1884年から1899年まで、ドイツに滞在。ベルリン大学に学び、報読中の内称、山形有友に、鈴木薫6を紹介される。1897年ベルリン大学法科学理を受ける。 1899年に、京都帝国大学法科大学が開設すると、ローマ法担当となり、京都法制専門学校、関西法律学校教授を兼任、明治34年に、法学博士。1907年京都帝国大学評議員。1914年第三高等学校講師。1916年高等館一等一級。1919年生4位。 1923年、京都帝国大学名誉教授。1929年に死去し、樹三味君に等を追贈された。慶応義塾入社長、第一巻688校。ありがとうございます。